香川県三木町の香川大学農学部を訪れたのは、韓国のテグカトリック大学で薬学や理工学などを学ぶ学生ら45人です。学生らは香川大学が行政や民間企業と一緒に希少糖を研究し、さまざまな食品の開発などにつながっていることを学びました。いわゆるサービングゾーンのようにこう伝統を守って文化となって続いてほしいというのは私の目標です。講義を受けた学生らは希少糖の生産と分析を行う生産ステーションを見学しました。韓国でも人口減少に伴い地方の大学や産業などが課題を抱えています。この視察は大学と地域が連携して地方の活性化を進めている海外のモデルケースを学ぼうと実施されました。그만큼나라에서국립대만큼그리고더높은대학의수준만큼올라갈수있을것같다고생각을합니다これからこの学生らの考え方とか見る目とかそういう部分に大変いい影響を及ぼすと思います。